あの間違いがあったら訂正させていただきます。ね、俺の元カレなんてあの麻薬中毒の売人だよ、売人、ね、すげえ問題ですよ。そんなやつに学校の先生をやらせなって言うんだよ、ね、お前絶対天罰が当たるからな、本当にせあの生徒と、ね、親御たち聞こえてるから、お前絶対いじめに遭うよ。お前なんかお前校長から、ね、名前も変えろって言われてたじゃん、ね、で地方に住めって関東に住ませるって俺に言っといたからよな。必ず日教組の、ね、教育委員会から、日教組からの書類が届かないかもしれない、ね、教育委員会から書類届くようにしてやるからお前な、絶対先生に言われるからお前な、お偉いにふざけんじゃないか、本当に。な、何が余るんだよお前、呼び捨てにしてんじゃねえよお前、行こうよ先輩よ、なんでお前がお前呼び捨てできるんだよ、会えるからとかよお前ね、そしたら余る君は会ってもいいよって、それ露見させるぞってな、お前が引っ張られんだよお前ね、それ子供たちメダリストに聞こえてるからな、ここらさんやここさんにもね、沢田さんやシオン君たちにもみんな聞こえてるよお前な、お前の学校の生徒やな、その生徒の親御さんにも聞こえてんだよお前な、ふざけんなよ本当に。ケンさん落ち着いてますよ、別に俺ゆるゆるの体じゃないから。どう、ゆるゆるだった俺、結構バチバチじゃないけどそこそこ鍛えてますよ、大丈夫、大丈夫だった。それでは皆さん、いい夜を過ごしてください。夢は未来で熟睡してください。それではおやすみなさい。失礼します。